車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はめちゃくちゃ久しぶりにお客様宅へ行っていきたいと思います。まあお宅訪問ではなくてガレージ訪問という感じになるんですけれども、最近カスタマイズさせていただいた車がガレージに入っているということなので見に行っていきたいと思います。じゃあこれからお客様宅へ行っていきたいと思います。連れてってくれるのは名古屋店店長飯村さんです。はい、お願いします。お宅訪問をお届けできなかったのはちょっと防犯上非常によろしくない、やっぱり。あ、いや、一応コメントのトップに場所の特定とか、はい、あ、気づいてそう、個人の特定 ね、 そうね、書いてあるんですけど、結構来るんですよ。そう、結構これ分かんないだろっていうぐらいフルモザイクのところとかも、うん、あ、家の近所ですみたいなとか、本当お願いだからやめてくださいっていう、はい、というわけで今回かなり久しぶりになりますけど、はい、でお宅訪問というよりかはガレージ訪問、そうね、ガレージ確認、ガレージ確認、はい。というわけでこれからお届けしたいと思います。はい、さあ、というわけでお客様のガレージに到着いたしました。ここからはカスタム紹介 in お客様ガレージ編をお届けしたいと思います。というわけでめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。そして紹介する車まだ一旦置いといて、聞いてない車があるんですけど、これ、はい、LC ももちろんですか。お姉ちゃんが、あ、そうなんですか。オーナー様のお姉さん、はい、LC なんですか、はい、しかもコンバーチブルじゃないですか、はい、そしてですね、ガレージの方ご覧ください、こちらです。今回も勝手に好き勝手撮っていいって言われてるんで、はい、お届けしたいと思います。こちら以前もご紹介したアベンダドール SVJ、 前後違いでだいぶ賛否を呼んだ車が今回こちらタイホイール交換したということで、こちらとこちらも以前ご紹介したX7、はいはい、こちらをじゃあカスタム紹介でご紹介したいと思います。はい、さあ、というわけでここからは僕の POV 視点でお届けしたいと思います。で、車の前にこれガレージおしゃれすぎません？ちょっとね、照明、はい、暗すぎるよね。ですよね。今これシャッター開けたんでかろうじて見えてますけど、スポットだけ？そうね、さっきシャッター閉めてたんですけど、うん、一回閉めます？一回閉めます？はい、なんか夜のお店みたいな、このスポットライトとこのシャンデリア、これちょっと絵やばいっすよ今で。壁も天井も全部真っ黒、うん、おしゃれ。そしてこちらにはもう絶対高級であろうソファーが、奥にはトリプル X のベアブリック、はい、置いてあったりとか、あとこっち側にはこのアベンタのミニカーが2台、これがオーナー様が歴代乗られてたアベンタと今の SVJ と同じ色のやつですか、これ。そうじゃないかな、これボディカラーも一緒ですか。多分 S と SVJ じゃない？あ、緑だね。そうっすよね、ボディカラーも一緒っすよね。ホイールもだから純正のホイール、そしてこんな風に雑誌が置いてあったり、おしゃれ、いい空間ですね。車しかもなんかちょうどいい匂いするんだよな、はい、なんかガレージっていうか車庫の匂いじゃないんだよ。確かに、はい、確かに。なんかホテルのロビーみたいな。そうだね、はい、そんな雰囲気でございます。そしてじゃあいよいよこちら紹介しますか。はい、もう一回開けますか。じゃあ開けますか。じゃあ改めまして、はい、こちらご紹介いたします。以前ホイール履いた時も、うん、最高速アタックにも登場した、はい、ボンドチャンネルの有名車両でいいですよね。いや、もうな一番出てるんじゃない。はい、ね、でまあ、車の仕様だったりはもう初回のホイール履いた時の紹介でしてますんで、はい、色もなんかめちゃくちゃ特別だし、はい、でエアロもノビテックがついてたりとか、はいはい、そんな車なんですけど、はい、なんとホイール2セット目いきました。というわけで、はい、今回装着したのが、はい、またまた HRE の新しいやつですよね、はい、そう、フロントがヴィンテージ GT シリーズの 454GTM、はい、リアが同じシリーズの、まあ、後ろのやつの進化版みたいな。なるほど。でフロントはモノブロックで、リアがヴィンテージ454スリーピース。一応デザインのそのシリーズが一緒なんで共通性ありますけど、うん、まあそのワンピース、スリーピースって違いもありますし、シリーズも厳密に言うと違うということで、そう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 、こちらが装着された。はい、これ454って今まであんまりなかったっすね。454だ、生で見たの多分初めて。あ、そういう感じですか。頼んだことがないんで。確かに。なんで今回その、まあ、454GTM と454でどっちもまあ初めて、まあ、こっちはねボンドボディのお客様で
コルベットそうです、ね、に履かさせていただいてましたけど、実際その3ピースの方は初めて見ました。でこのデザインにモチーフになってるのが、うん、もうカウンタックのアニバーサリーの純正ホイールもあるんですね。そうですよね、になってくるんで、うん、まあ、圧倒的にランボルギーニに履かせるのが多いと思うんですけれども、うん、今回こちら GTM シリーズ履いてると、これもすごい造形っすよね。だからすごい造形だよね。でセンターロックだし、まあこのセンター周辺がまた雰囲気がボケツと違うかなっていう、はい、だ前のあの前後違いとかなりガラッと印象変わりました ね。そしてこの色味が僕結構意外だったんですけど、これ純正ホイールのサテンゴールド的なのをちょっと意識してってことですか。ちょっと意識して、あと内装の色ももちろん意識して、なるほど、今回はサテンストーンシャンパンかな、はい、というわけで絶妙な色合いの半ツヤになるのかな。そう半ツヤになって、はい、でブロンズだとちょっと濃いよねっていう、あそうっすね、話で、はい、でゴールドだと明るすぎるし、あそうっすね、で今回は特別そんなにこう光らせたいわけでもないし、はい、なんでストーンシャンパンっていう形で、だから薄いところはすごい薄くて、はい、この部分とかね、はい、で濃いところは割と 面で結構濃いみたいなイメージ。じゃあちょっとメリハリが効いてる感じの、うんうん、はい、このデザインに合ってる感じ、はい、そしてリアは先ほどのデザインとは少し違った感じ、やっぱり3ピースになって、はい、3ピースになって、これはもともとある、そうもともとあるヴィンテージシリーズの454 3ピース、ただ同じ454なんで、うん、まあ、そのデザインに共通性ありますし、センターディスクのデザインは基本的には同じようなイメージ、はい、でフィニッシュもリムもディスクも揃えてあるんで、はい、かなりあの一見するとだから前後違いに見えないけど、うん、まあ、前後違いって言えば前後違いになる、うんうんうん、はい、絶妙な仕上がり、はい、そしてこれピアスとかも同じフィニッシュなんじゃないですか。もちろんです。これすごいマニアックな話ですけど、あのカールリム、ここがこう丸くなってるやつとこういう薄いなやつ2パターンあるということで、うんうん、はい、今回はこの薄いやつを使って、はい、だリムもすごい深く見えますね、うん、そうね、指1本分ぐらい、こう縦に1本分ぐらい、はい、というわけでこんな仕上がり、うわーすげえ、もうクロートっすよね慣れてる本当に。まあなんかいろいろ考えて前がね、はい、かなりやっぱインパクトもあったし、まあ、これ以上みたいな部分も、あ確かに、そうなんで、こっから例えば普通っぽいホイールに行くっていうのはもうなかなか難しい話で、で話をしてた時に、まあ、454ってなかなかこう誰も選ばない、今回はまあ 454GTM も出てるタイミングだったんで、どうせならまあ前と後ろで違うのにしようという感じ。あ確かに新しいのが出たことによってこう遊び方が増えた感じはすごいしますね。これがなかったらね前後454っていう選択肢しか ないじゃない。確かに。えちょっと待ってください、今回のこのホイールはこれでいこうぜっていうスタイルなんですか。いつも基本的には一緒に相談する。あ、なるほどなるほど、うん、なんで、はい、こういうのがいいと思います、どうすかどうすかみたいなやり取りをしながら決めていってるかな、はい、そうだね。僕が今回多分井村君に聞いたのは多分フロントのディスクの反り、はい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 、あんま反りたくないんだよね、うん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 、ぐらいは言ったかな、うんうんうん、あとはそのハードウェア そのピアスの色、はいはい、同じ色にしてぐらいで、あとはもう全部任せてる、うん、めちゃくちゃ信頼されてますね。はい自信満々に、ね、はい、はい、って言いましたけど、はい、はい、なるほど。大体は言うよね。そうですね、大体こうしたいけどどう、うん、みたいなとこはあるけど、うんうんうん、飯村さんの提案にそんなにずれないっていうのはすごいですよね。それはどういう意味ですか。いや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 、だいたいそうきたかって多分思われる方の方が多いんじゃないかな。あそういうことね、はい、あなるほどね、うん、まあでも今はね世界の飯村さんちょっと値引きしないとっすよ、はい、そうっすね、信頼してますし、はい、そのなんだろうな、関東のこう方との話をしてると、どうしても関東、東京店さんではなかなかこういうセットアップされる人だって、はいはい、なかなかこう少ないんですけど、そんな中で関東の、うん、まあ、ある、ユーザーさんとお話をしてた時に、やっぱこれは飯村さんじゃないと作れないセットアップだよねっていうことはこの車になってから、はい、言われたんですよね。それいります。結構地域柄とかそのショップでも色がありますからね、うんうんうん、はい、そしてこちら X7 も、あれ X7 カスタム紹介させていただきましたよね。しました、はい、はい、普段乗りはじゃあこちら、
というわけでこちらもあの別の動画があるんで興味のある方ぜひ見ていただけると。いやでもちょっと車好きの究極系だと思います。そう、この間面白い話があって、夜遅くに帰ってきたんですよ。はい。で自宅に入ろうとしたら鍵が閉められてさ。ほう。で僕鍵持ってないんで自宅に入る。はい。やばいと。でもうそれももう12時超えてたから電話できない、起こせない、はい、からここで寝ました。あ、ガレージの鍵は持ってるんですか？ここのガレージの鍵はいつも持ってるんだけど、はい、自宅に入る鍵がなくて、はい、でも深夜に起こせない、家族を起こせない、はい、から、はい、寝ちゃいました。一応寝れるっていうことは、はい、確かに、うん、かわいそうなのかちょっと羨ましいのかちょっとよくわかんない感じですけど、だけどちゃんと朝まで快適に寝れた。あ、でも確かに全然これだったら快適に過ごせますよね。快適に寝れる、はい、いいなぁ。へぇ、ちゃんとランボルギーニ純正あります。さあというわけで今回はこちらのお客様のガレージを拝見させていただきました。というわけで、まあ、なかなかあの防犯上もあるんでガレージ訪問シリーズをお届けできてないんですけども、機会があれば今後もお届けしたいと思います。ボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。